さあ始まりました、ケイヒロミのせーのグッドモーデー。さあ皆さん、始まったは何が始まったのかを言いたいのがですね、なんと4月に前回やらせていただいたラジオ日本ケイヒロミのためドラフェスがですね、なんとシャープ002が行われることが決まりました。ありがとうございます。前回もね、たくさんのアイドルちゃんが来ていただいたんですけれども、まあほんとトークコーナーもあり、そしてかえちゃんのまさかのハエのように一番最初に歌うっていうね、ためドラフェス始まりますって言った瞬間に、じゃあ聞いてください、ハエのようにって言ってね、かえちゃんのハエのようにを熱唱させていただいたりですね、あと他にもたくさんのアイドルちゃんのトーク、運営に言いたいこととか、いろいろなことをですね、トークテーマにして、前回もだいたい5組ぐらいアイドルちゃんが出てくれたのかな、たくさんのいろんなジャンルのアイドルちゃんが来ていただいて、フェスをね楽しくやったんですけれども、今回はちょっとね、たくさんのアイドルを呼んで、まあ、またね、今回はまた前回とはちょっといろいろね変えて、ちょっとトークパートをもうちょっと増やせたりとかしたらいいななんて思いながら、いろいろ練っている途中なんですけれども、まあ前回同様、かえちゃんの歌もあるかもしれない、あるかもしれない。しかも前回はそのサンミアちゃんの2人とですね、コラボをかやちゃんがやらせていただきまして、2曲ねいろいろやらせていただいたんですけれども、まあ、今回ももしかしたら、いやまだわかんないんですけれどもね、ちょっと詳細がねちゃんと出次第できたらいいななんて思っておりますけれども、早速かえひろみのですね、ためドラフェスシャープ002の詳細をちょっとご紹介したいと思います。6月の26日日曜日でございます。時間はですね、前回と同様、会場11時、開演11時半からとなっております。会場がですね、渋谷ツタヤオーネスト、前回と同じね会場なんですけれども、そちらでやりたいと思いますので、皆さんにぜひ遊びに来てもらいたいと思います。チケットもですね、もう好評発売中ということで、今下に出てると思いますけどね、ここから飛べるんじゃない、ここから飛べるんじゃないでしょうか。ぜひチケットをゲットして、そしてたくさんのアイドルに会える機会、そしてちょっとアイドルちゃんの本音を聞けたりとかね、できるんじゃないかななんて思っておりますので、かえちゃんのコラボもあるかもしれないし、盛りだくさんになっております。そしてですね、こちらの模様はですね、ラジオ日本かえひろみのエンタメドライブで公開収録もね同時で行っておりますので、ラジオを楽しみながら、みんなの笑い声も入りながら、ぜひぜひ一緒に楽しい時間を過ごしましょう。ではここで一句、タメドラです、かえちゃんワクワク胸止まらん、ありがとうございます。もう今はね、ちょっとかえちゃん楽しみすぎて、もうもっともっと時間、本当はもうちょっと伸ばしたいんですけれども、時間も決まっていますので、タメドラフェスちょっとね、いろんなことを濃縮させて、もう濃厚な時間にしたいななんて思っておりますので、皆さんにぜひ遊びに来てもらいたいと思います。いつも YouTube チャンネル、かえだもコメントありがとうございます。これからも毎日コメント返していきますので、よろしくお願いします。コメント読んでね。